ございます。たかちゃん、なんとですね、はい、私たちは飛行機に乗って高知県にやってきました。はい、来たことあります？四国初上陸。お、四国初。私も高知を初で、高知を初です。今回私たちが高知に来た理由はですね、第11回横浜タイヤゴルフトーナメントプロギアレディースカップが3月9日より土佐カントリークラブで開催されます。はい、でその出場権をかけてですね、プロギアレディースカップアマチュアチャレンジ2018に挑戦します。はい、でその上位2名にはプロギアレディースカップ本戦の出場権が与えられます。夢があるね。夢あります。初めてだよね、この試合に。そうですね、私もちょっと本当にこんなの出ていいのかなっていう気持ちもありながら一生懸命練習はしてきたので頑張っていただきます。はい、頑張りましょう。はい、はい、有名な坂本龍馬さんの銅像の前で何をしているかと言いますと、なんと今四国高知幕末維新博が開催中でございます。ぜひ皆さん高知に来た際は見に来てみてください。あの試合を見て幕末維新博を見て観光して帰られるのもいいと思います。ぜひ行ってみてください。はい、では早速着替えてゴルフできる体制になりました。連日の練習ラウンドに来ています。最初は桂浜から回ります。はい、で後半が室戸コースになります。景色もねすごいいいらしいんで楽しみながら、はい、ちょっといろいろ久々なんでルールもちょっと思い出しながら行きたいと思います。よろしくお願いします。あーやば、やばー、 OB だよね。はい、シックスオン、スリーパット9 アップダウン結構ダウンがありそう。1ホール目から結構劇的な、うん、だって明日朝一あそこでしょ。おお手が難しいです。びっくり。コースをまず見て覚えることと、まあ、毎日筋肉量違う中でどれだけの実力をその練習ラウンドで発揮できるかで明日のコースマネージメントが変わる。今日みたいにちょっと曲がったりとかしてると最低限ここ置こうみたいな感じで淡い感じでマネージメントを組みますね。うまい。よし、来た。あー、ここあったかい。南国だ。90切りから100切りに変更した私はこの後どうなることや。こっちよりもあっちに。そうだね。あっちよかった。ドーみたいな。練習来といてよかったなって今思った。よかったです。これ回ってなかったらやばいね。やばい。いい感じ、来た。ナイス。あー、ナイスバーディー。次、あの大会本戦でも室戸コースは10番から18番全部使えます。どんなところで練習してるのかなっていうのをちょっと体感しつつ、はい、明日の試合に向けて調整を頑張りましょう。あの、はい、バンカーちょっと
お花みたいに見える。見えますね。あれはサカントリーのシンボルのハイビスカスの、あそこに出ると結構次がセカンドが大変みたいなんで、あれに入れないようにね。アップだよね。これもこれを18ホール歩くわけじゃん。しかも1週間くらい歩くんですよね。ハイビスカス。マークがハイビスカス。かわいい。なんかここはまるで南国のような気が。あそこずっと長いバンカーがあって、なんかバンカーの中にもヤシの木があるから、結構入ると大変みたい。で大会の12番。12番にここはなります。絶景ポイントです。聞こえますか？皆さん声聞こえますか？またみたいです。ここね、大会のね、13番で、ここからテレビ中継がね、始まるんだって。すごい抜けがいい、綺麗なホールです。じゃあ次のホールも頑張ろう。頑張りましょう。あー、やばい、同じ方向行ってる。これプロでも結構、左に突き抜けて行っちゃうらしいです。風に乗っちゃって。ここのホール、あやかちゃん、大会当日はドライビングディスタンス賞をかけてプロたちが戦うらしく、なんと1位を取ると100万円欲しい。アナイラダさんが去年286ヤード、ちょうどね、さっきキャリーさん聞いたあのマンホールの先ぐらいらしい。飛ばしすぎですね。これはやばいですね。え、ついてる。大体どこら辺狙ったらドッグレッグいいところに行くかなっていうのを一応メモして覚えるように頑張ってます。こっち空港からも近いんでね、来て体感してほしいです。全然なんか違うコースだから変わり映えし面白いですけどね。16番のグリーンになります。順目の下りの手前バンカーじゃん。バンカーしっかり越えたら絶対出ちゃう、うん、もしかして向こうのバンカーもあるって話だもんね。はい、フェアウェイは絶対キープして、キープしてセカンドフェアウェイからスピンかけて止められるようなボールが出れば最高ですね。以上です。ここは大会17番ホールになります。はい、なんとここホールインワン賞かかってまして、今まで10回大会があったんですけど1回も出たことがないらしい。入っちゃうと500万らしい。ダフったね。珍しくダフった。刺さりました。タカちゃん、ここは大会のね18番ホールになって、真っ白なクラブハウスが、はい、丸いクラブハウスが見えます。締めくくりましょう。はい、左のラフ。もう最初からくれてよですね。高知の美味しいものをね食べたいじゃないですか。はい、高知で有名な広め市場にやってきました。なんかカツオとか超有名らしいよ。食べたい。え、違う。おお、めっちゃ広いよ。すごいか。タカちゃん、ここはここはって言っても後ろ何もないと思うんですけど、おしゃれなフードコートみたいな、焼肉も食べれる、食べてカツオも食べれる、インド料理もある。すごいね、何でもあるじゃん。まず1軒目は土佐倉社中で柚子サワーを買います。柚子がぐるぐるしてる。高知の名産って柚子なんだね。来たよ。いただきます。お疲れ様でした。明日頑張りましょう。やばい、美味しい、超美味しい。なんか生柚子、柚子だ、うん、柚子大好き。柚子大好き。じゃあ高知大好きじゃん。もう高知大好きになりました。よかったよ、一緒に高知来て。
ただきました。奥田さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。奥田です。どうぞよろしくお願いします。すごいですね。そうですね、まあ、県内外のとこお酒好きの方が集まるそういうスポットになります。もうさっき今来た餃子なんですけど、これ恵比寿にも支店ありますよね、はい、そうですよね。私も恵比寿行ったことありますけど、恵比寿の方はすごい並んで入れませんでした。並ぶところじゃないですよ。1時間半とか並びますから。高知の屋台からこういう屋台のお店でやってた餃子屋さん。うーん、餃子超美味しい。ちっちゃくて餃子の中にいます。なんと横浜タイヤゴルフトーナメントプロギアレディースカップ、ああいうね幕もあって非常に盛り上がっております。たくさんの方がここに足を運んで来てくれれば嬉しいです。ご飯屋さんめちゃくちゃ美味しいし、街もすごい楽しくていっぱいあるんで、ここブラブラするのもおすすめです。皆様今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。多分連覧で気づいている方もたくさんいたと思うんですが、今日一緒に連覧していただいた早見さんです。はい、ありがとうございました。早見さんは地元高知出身でゴルフが大好きで、はい、一緒に今回プロギアのアマチュアチャレンジ回っていただきます、はいはい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。サカントリーはどれぐらい回られてるんですか。円環で言うと50は多分50以上はほぼ、うん、そうですね。年間何ランされるんですか。去年で言うと110ちょっと110ちょっとしてるのはめっちゃすごいんですけどそのうちの半分以上は土佐カントリーっていうのはすごいですよね、うん、やっぱり高知県内でもすごいいいコースなんで、みんな誘ってもらう方もやっぱ土佐カン行こう土佐カン行こうっていう意見が多いんで、うん、必然と多くなっちゃいますね。ということで乾杯して明日に向けて頑張りましょう。乾杯。乾杯。あ、すごい。高知名物カツオのわら焼きたたき。わ、ついた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 。すごい。こういうね、わらでね、焼くことでね、燻製みたいなね、味がするんですよ。カツオは。ほら、いい匂いしてきた。お、すごい。出来上がった。この方がですね、土佐巻きの方ご用意いたしました。こちら川エビの唐揚げです。こちらのメヒカリの焼きの方と、ウツボの唐揚げをご用意します。あ、ウツボ、です全然ウツボの形してない。これゴリもあるんじゃないですか。はい、ゴリの唐揚げも、もう私すごい。で真ん中の方に長太郎貝のバター焼きをご用意いたしました。土佐巻きイコールカツオ巻きみたいな。そうですね、もうカツオを巻いてますので一応そのお寿司という形でお作りしています。以上になりますので、はい、明日はね、まあ全力でね、その試合のその挑戦権をかけた試合に臨みたいと思います。天候もね、南国高知にはそぐわないちょっと寒い天候ですけど、すごい寒波がやってきてるんですね、今ね。本当に寒いんですよ。厳しい中頑張りたいと思うんで、なんか高知これで嫌いにならずに、プライベートでもぜひ来ていただきたいです。ありがとうございます。そうですね、今日のゴルフをしてて、まあ、ちょっと調子がやっぱりまだ戻らなくて、もうドライバーもイップスを抜けてる途中なので、まあ、ご褒美として出られるように大会に備えてきたので、できる限りのベストを尽くせるように、うん、パーオン率をとりあえず上げることだけを考えて
良ければバディ、良ければバディ、いつものスタンスで、いつもね、いつものあのスタンスね、はい、いつものスタンスで頑張ります。では明日も頑張りましょう。頑張りましょう。はい、頑張りましょう。お願いします。頑張りましょう。皆さん、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。コメントも募集しています。では、また次回も会いましょう。バイバイ。